田の奇襲隊か。太平にこうするための奇策か。た、あれ式の兵で何ができる。あまりに盲目。これは奇策ではなく愚策。野望でなく無謀。いや、違う。あの男には全てが見えている。視界を失ってはいない。おびき出されたのは今川の方だ。あの男は部隊を欲していたのだ。奇跡の大勝利、一躍天下に届くような大部隊を。あの男が欲するは世界。あれが織田信長。私の望む世界、この人ならば。明智光秀。